2024年10月24日、中国では民間宗教の教祖張学に率いられた数十万の暴君党が政治の腐敗と堕落に乗じて一斉に蜂起した。中国全土はその暴虐におののき、討伐の官軍の力も及ばなかった。劉備玄徳は志を同じくする二人の豪傑、関羽軍長、張飛翼徳と義兄弟の契りを結び、太平の世を築かんとして立ち上がった。 優秀の官軍、崇政将軍と合流した玄徳義勇軍は先陣として太閤山に立てこもる黄巾党5万と相対した。黄巾党の中心は農民たちであったが、率いる大将閣には命知らずの武芸者が揃っていた。なんだあれは。 優秀から合流した農民義勇軍とか。<笑>あれでも先陣か。まるで畑から抜け出したモグラの軍隊だ。<笑>今に土の中へ叩き込んでやります。<笑><笑>敵は5万、こちら500。所詮から大軍相手だ。あ、はい。崇政将軍は我らの先陣の戦いぶりを見ている。 義勇軍の進化が決まる一戦だ。断じて負けられぬ。兄者、それも長引かせては不利です。短期決戦すべきだと思う。うん、長引けば諸州の黄巾と連絡を取り、我々の候補を断つ。そうなれば全滅しかない。短期決戦といっても敵は砦の中じゃ戦いようがないではないか。関羽、手はあるか。まず敵の大将を呼び寄せて撃ち、敵兵の戦意をくじく手を使っては。よし、決まった。 一番手柄は俺がいただく。張飛、敵の大将を侮って引き出せ。口の悪いのは俺の取り柄、うんと侮ってやります。それい、黄巾のヘッポコ大将隠れていないで出てこい。それとも俺様の顔を見ただけでちびったか。劉備玄徳の弟分張飛翼徳が一騎打ちに及ばん。 汚い仲野郎、副将トーモがその口封じてくれるわ。さあ、しめて、いくぜ。おりゃ。張飛の鉄腕は一条八尺のジャボを軽く打ち振る。このジャボの踊るところ、無敵であった。副将トーモ、打ち取ったり。 聞くな聞くな。我は総大将天英氏、友の敵を討ってやる。敵の総大将のお出ましたら嬉しいね。おいで。先週交代。ずるいぞ兄貴。わしは関羽雲長、積み上げ民を刃にかけた凶賊め、この青龍円月刀のサビとしてくれる。浅くな。 総大将天英氏、関羽長が討ち取ったり。関羽張飛の二人で黄巾軍を破るとは恐ろしい豪傑たちだ。 初陣を大勝利で飾った玄徳義勇軍は黄巾党に包囲された青州城救出のため、休む暇もなく崇政将軍の率いる官軍5000騎と共に進軍した。敵は城を囲んで持久戦の構えだ。城内の官軍が飢え死にするのを待つつもりでしょう。時を与えず我々が先陣として突破口を開きます。太閤山に勝る大軍、油断はできませんぞ。 はい、はい。青州城を包囲する黄巾党の猛反撃に関羽張飛の凄絶な戦いも虚しく、玄徳義勇軍は散々に打ち破られた。将軍、敵は想像以上に頑強です。苦戦なされましたな。恐ろしい敵だ。
義勇軍の半数を失いました。共に故郷から決起した仲間たちです。無駄死にはさせたくない。敵は城の官軍を一兵たりとも逃がさない腹だ。大軍だけに手の施しようがない。何か策を練らねば。逃げるのが上策かと。逃げる？打ってで負けたふりをして逃げるのです。おごった敵は必ずや追撃してくるはず。そこを挟み撃ちに。いい計り事だとは思うが。来たな。玄徳がかけた唯一の強撃作戦だった。玄徳、関羽、張飛の三軍の時と技が一致しなければ成功は望めない作戦であった。今だ！撃てよし、出番だ。突っ込め！玄徳の強撃作戦は図に当たり、黄巾軍は壊滅した。青州城は無事に解放されたのである。玄徳殿は良い豪傑を二人も持ち、羨ましい限りだ。大主龍炎様に願い、恩賞を授かるように進言しよう。酒もたっぷりおまけだろうな、長飛。いいだろう、勝利に酒はつきものだ。では凱旋して祝宴を開くことにしよう。お言葉はありがたいのですが、我々は今から高層へ出立したいのです。ありじゃ。玄徳殿、高層は黄巾族の首領張覚と盧燭将軍の官軍が死闘を演じている激戦地ですぞ。その盧燭将軍は私の少年の頃の恩師なのです。苦戦していると聞き、昔の恩返しのために少しでも力になりたいのです。恩師への恩返しとならば仕方あるまい。玄徳殿、立派に力になれることを祈っている。はい、ありがとうございます。数世将軍は玄徳の仁徳と智謀に心を打たれた。天下の覇者として立つ男の姿を見る思いであった。時の皇帝の命を受けた盧燭将軍は5万の官軍を指揮し、黄巾党の首領張覚の正規軍と苦戦を強いられていた。この日、盧燭将軍は勅使作法からの度重なる賄賂の要求に困り果てていた。黙らっしゃい。私は帝の命で来た視察、何とでも朝廷に報告できるんですぞ。閣下、ただいま宅州の義勇軍が到着し、棟梁がぜひお目にかかりたいと。今は多忙だからと断ってくれ。それが立派な若大将で劉備と名乗っています。何、劉備？盧燭先生、お懐かしゅうございます。老孫孫の劉備玄徳です。あの草履を売っていた劉少年。
はい、その玄徳です。間違いない、お前は劉少年。玄徳が露食将軍の教えを受けたのは15歳の時だった。学者であり兵法家であった露食は玄徳少年の誠意と誠実さを愛していた。青州城よりかけ参じました。先生のために少しでも力になれればと。聞いておったぞ、青州城で大手柄を立てた義勇軍が玄徳だったとは、私の教え子だったとは。十数年ぶりの懐かしい対面であった。玄徳と露食将軍は戦乱の束の間の一夜を楽しく語り合うのだった。だが露食将軍の心から暗い影は消えなかった。玄徳の義勇軍は露食将軍の命を受け、苦戦している永泉の主春候補数両将軍の援軍に向かった。何、援軍だと？どれ。なんだ、援軍とはこの寄せ集めの兵隊たちのことか。はあ、お初にお目にかかります、義勇軍の統領劉備玄徳です。お前が総大将か。まあせいぜい手柄を立てるんだな。そうすりゃ田舎の小役人の官職ぐらいはもらえるだろう。露食将軍も人が悪い。こんな食い詰めども押し付けやがって。少し食料をやって最前線で戦わせてみるんだな。はっ、そうします。閣下、まあ頑張るんだな。やる。やめろ、わしたちは官軍と喧嘩しに来たんじゃないぞ。でも兄貴、あんまりじゃねえかよ。少しは露食将軍を見習うがいい。やる。命令に背くことはできん。前線へ出発だ、行こう。玄徳は5万の敵に対して夜襲攻撃をかけることにした。この作戦は珍妙な火攻めであった。よし、松明に火をつけろ。打ち鳴らせ。夜襲だ。兄貴、油断だった。官軍は大軍だぞ。長領、ここは逃げ延びるんだ。陣形を取る暇はない。よし、松明を投げ込め。止め。よしだ。やあ、ちん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 。どこだ。関羽、張飛、敵は戦闘を放棄して逃げた。兄じゃ、大成功ですな。一人も切らずに勝つとはな。敵か。待て、張飛。何者だ。洛陽から南下したばかりの官軍である。官軍。乱戦とはいえ失礼いたしました。私はこの義勇軍の統領劉備玄徳です。おお、貴公が玄徳殿か。無名高きことは聞いている。私は曹操孟徳、勅命によりこの度騎兵五千を従えて黄巾討伐に出陣したのだ。いや、見事な火攻めの計だ。逃走中の敵軍と出会い追撃中であった。恐れ入ります。だがこれも縁であろう。貴公の活躍がわしに出陣の機会を与えたのだからな。無、うん、玄徳殿、両軍の勝ち時を上げようではないか。では曹操殿に温度を取っていただきましょう。それは違う。
今日の勝利は全て貴公の計略によるもの。ではご一緒に。よかろう。勝利の勝ち時だ。えいえいおー、えいえいおー。玄徳殿、黄金は私と貴公が全滅させるだろう。だが天下太平の世にはならぬ。はあ、乱はさらに大乱を呼ぶ。だが多くの星の中の一つがやがて国中をその光の中に包むだろう。勅命に従っての戦いが残っている。これで失礼するが、玄徳殿、武勇を祈っている。また会うこともあろう。官軍の中じゃできた男よ。玄徳の目は曹操の姿から離れなかった。大きな度量を持つ曹操に宿命的な威圧感すら覚えるのだった。ああ、こりゃまずい。お前たち、なんという余計なことをやらかしてくれたんだ。わしがここでせっかく黄金を釘付けにしておいたのに、あいつらは高層の聴覚と合流するに決まっておる。そうなれば露食将軍はますます苦戦になるだろうが。申し上げます。逃走した敵は落葉より南下した曹操殿が総統されて。何、曹操が援軍できたというのか。あいつに何ができる。とにかく高層へ戻って露食将軍を助けるんだ。標本も知らぬ田舎義勇軍め。将軍、言葉が過ぎよう。それが命がけで戦ってきた者に言う言葉か。張飛、控えろ。行こう、露食先生のところへ。また一緒に飲もう。兄者、止まれ。ありゃ官軍の護送馬車だぞ。山賊でも捕まえたかな。何者だ。露食将軍帰下の義勇軍です。我々はその露食将軍を囚人として都へ護送中なのだ。その罪とは。知らぬ。我々は朝廷の命令に従っているだけだ。信じられん。露食将軍は第四ある我が恩師、ぜひ会わせてください。恩師か。許可したいが我々も役目でな。ん、お兄貴が賄賂を。検索。先生、ああ、玄徳か。いたわしい、なんてお姿を。先生、なぜこんなことに。落葉の勅使にわしが賄賂を送らなかったからだ。やつらはありもしない罪をでっち上げたのだ。先生、罪なき者が罪に問われるなんてことはありません。きっと晴れる日が来るはずです。落葉の高官たちの腐敗は目に余る。漢帝国も長くはあるまい。玄徳、黄金の乱は政治の乱れによるもの。良い国を作ってくれよ。はい、誓って必ず。先生、悪いのは官軍だ。こんな俺ぶっ壊してやる。もう、何が。やめるんだ、張飛。こ
ここで官軍を撃てばお前たちも黄巾と同じ反乱軍にされるのだ。それでは玄徳が困ろう。玄徳の恩師は義兄弟の張飛にとっても恩師であった。その死は自らの身を顧みず玄徳たちのことを思いやってくれている。先生、俺は悔しい。くそくそだ。出発だ。世の乱れは政治の乱れによる。清廉潔白の露食将軍が生きるにはあまりにも濁流の世であった。そして玄徳たちの歩む道もまた険しかった。